はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。あなたはですね、あんまり食べてないのになぜか太ってしまうっていうお悩みがないでしょうか。今回はですね、その謎の原因の一つ、睡眠不足についてお伝えしようと思います。で、実はですね、睡眠不足だとホルモンのバランスが崩れてしまって太りやすくなってしまう仕組みがありますので、健康のために太らないためにぜひ最後まで動画をご覧ください。この動画をご覧いただくことで、睡眠不足だと太りやすくなってしまう理由がわかります。これは研究の結果からわかった内容になります。で、このチャンネルでは健康について必要な食事とか生活習慣の情報とか、自分で痛みをケアできるストレッチなどのセルフケアなどの情報をお伝えしていきますので、お見逃しのないように今すぐチャンネル登録をお願いします。で、睡眠不足だと太ってしまうっていう仕組みの話なんですけども、私もですね、以前はゲームにハマっていてですね、睡眠時間が1日4時間とかの日もあったんですよ。で、もう10年以上もそれは前なんですけどね。で、その頃っていうのはやはり太りやすかったですよね。まず何より食欲が我慢できなかったので、朝も昼も夜もどうしてもたくさん食べ過ぎてしまって、結果的に太ってしまうという状況でした。で、今回のお話はですね、睡眠不足によるホルモンの異常なんですが、これは睡眠不足だと食欲を増進するホルモンが増えて、食欲を抑制するホルモンが減ってしまうためなんです。で、私たちの食欲はですね、体内で作られる2種類のホルモンでコントロールされています。それがレプチンとグレリンです。レプチンはですね、食欲を抑えるホルモンで、満腹中枢を刺激して満腹感を感じさせてくれます。そしてグレリンは食欲を増進させるホルモンなんですが、体内のエネルギー不足の時に分泌されるんですね。で、通常時であればこのレプチンとグレリンが食欲をですね、正常にコントロールしてくれるんですけども、睡眠不足でですね、このバランスが崩れると食欲が暴走してしまうんですね。で、これは研究でも分かっていて、睡眠時間が5時間の人は8時間の人に比べて食欲を抑えるホルモンであるレプチンが 16% 少なくなり、食欲を増進するホルモンであるグレリンが 15% 増えていたという報告があるんです。つまり睡眠不足の方は1日を通して食欲が増して抑えられなくなってしまうということなんですね。で、アメリカのですね、ウィスコンシンの住民を対象にしたコホート調査ではですね、睡眠時間の長さと BMI の関係が報告されています。で、 BMI というのは体重キログラム割るですね、身長の2乗メートルの身長ですね、の メートルの身長を2乗したもの、身長かける身長したもので体重を割った計算から導き出される数値で、25以上が肥満とされています。で、この数値と睡眠時間との関連性がですね、とても強くて、睡眠時間7時間半を境目にして睡眠不足がエスカレートしてしまうと肥満率が上がっていくんですね。ですからダイエットしたい方、太りにくい方には睡眠不足は天敵と言えますので、ぜひ今日からですね、十分な睡眠時間を取るようにしましょう。また面白いのはですね、睡眠不足だけではなくて、睡眠時間が多すぎても BMI が上がってしまう、肥満が進んでしまうという結果も出たんです。睡眠時間7時間半の人が統計的にはですね、一番痩せていて、それよりも睡眠時間が少なくても多くても肥満が進んでしまうんです。しかし睡眠時間が過剰な方はですね、減らせばいいだけですので、簡単なんですけども、睡眠不足の方はですね、睡眠不足の方で痩せたい方、太りたくない方は、できるだけ7時間半に近い睡眠時間を確保する努力をしてもらう必要があります。で、また睡眠不足はですね、健康的にも非常に悪い効果があるというのが分かっていて、体の修復をする自然な働きである代謝も行えなくなり、体のダメージが積み重なってしまって、で、細胞は劣化していきますので、痩せたい方、太りたくない方だけではなくて、健康を作りたい方とか、今何か症状などがあって改善したい方も、必ず睡眠時間を確保するようにしてください。ただですね、仕事とか家事とか育児の関係、どうしても睡眠時間を取れない方っていらっしゃるんですよ。というか結構多いんですよね。私の整体院でも睡眠時間6時間しか取れない方とか、ひどい場合には5時間しか取れないって方もいらっしゃるんですけども、毎日ですよ。毎日5時間とかの方もいらっしゃるんですけども、やはり体はですね、悪くなっていってしまうんですよね。睡眠っていうのは人間が健康に過ごすために必要不可欠なものですので、睡眠中に体を修復しますからね、必要不可欠なものなんですけども、改善していただきたいんですが、なかなか難しいんですよね。で、日本人はですね、睡眠不足の方が非常に多いっていうことも分かっているんです。で、そのために過労死とか鬱などになってしまうっていう異常な状態なんですね。で、本当はですね、職場のために仕事をするのではなくて、
あなたやあなたと家族が幸せになるために仕事をしているんですから、無理すぎて体を壊してしまうとか、いずれ壊してしまいそうな生活習慣になっているってことは本末転倒な話なんですが、まあなかなか難しいところなんですよね。でもしそのようなですね、仕事が忙しくてなかなか睡眠時間取れないんですとか、そのなかなか育児とか家事とか終わらしちゃうと、もう夜中になっちゃって寝る時間なかなか取れないんですっていう方はですね、だから睡眠時間なかなか取れない、その程度ダイエットもできない、そんな方はですね、ファスティングがおすすめです。ファスティングを行うことで1週間に3キロ落ちますので、意外とダイエットって簡単にできるんですよね。でしかも専用の酵素ドリンクに1日に必要なエネルギーが含まれていますので、1日を通して血糖値が一定になりますので、お腹が空かなくて低血糖のためにフラフラするっていうこともないですので、お仕事の忙しい方でも仕事を気にせずにファスティングはできます。でファスティング中はですね、集中力も高まりますし、食事をする時間がなくなりますので、時間の余裕が1時間以上は結構余裕ができます。で仕事に忙しい方にはとてもおすすめですね。でまた酵素ドリンクにはビタミンとかミネラルとか50種類の乳酸菌などが入っていますので、健康を害さずに、むしろ以前よりも健康的になれる究極の健康法なんです。はい、というわけで、睡眠不足だと太りやすいので十分に睡眠をとりましょう。しかしそれが難しい方はファスティングをしましょうという話をさせていただきました。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。